が、今期のファッションからも感じられる、素朴で柔らかな、スタイルっていうのをちょっと意識して作ってみました。大人の女性への提案ということもあり、そこにちょっと上品さっていうのをプラスして考えて、スタイル提案をさせていただいています。ベースのラインなんですが、顎ラインのボブスタイルをベースに、重いだけではなくトップからレイヤーを多少入れることで、顔周りを、ひし形のシルエットから顎ラインちょっと締めるような感じで、ふんわり感と、全体の柔らかさっていうのを表現しています。顔周り前髪の作り方なんですが、眉上1センチぐらいで調節して、サイドに向かって、両サイドですね、柔らかくなだらかにつなげるように作り、表面に、スライドカットをちょっと入れ込むことでトップにふんわり感をまたさらに調節しています。カラーリングは今回クリスタルの、9-10 アッシュを使わせていただきました。中明度なんですけど、とても透明感のある色味なので、柔らかさはとても、白髪染めとはいえかなり出てくれるので、それだけでも重くはならないんですが、ハイライトなんですがインナーカラーとして内側に入れています。ちょっと分け取って今見せてみると、顔周りここちょっと一段目の部分ですね、顔周りの一番際の部分は取らずに少し開けて1センチ、深さと幅1センチの、幅でハイライトを取っています。襟足もここも3枚ですね、耳下に3枚入れ込んであることで、縛った時なんかに、ちょっと遊びが出てくるように、表現しています。前髪にも少し、ここも内側ですねに入れてあるので、自分で束感を出すっていうよりかは陰影がつくことで自然な、空気感だったり、ふんわり感っていうのが表現できるのかなと思っています。ベースにもともとカールパーマがかかっているんですが、さらにちょっとカールを、アイロンを使って足していきたいと思います。使うアイロンは、26ミリのアイロンを使っていきます。最終的に、縛っていくんですが、顔周りのカールをつけてほしいところはちょっと毛先をしっかりめにこういうカールをつけていくっていうのがポイントになります。2段目と表面に関しては少し中間からの動きがさらにプラスになった方が動きになるので、ちょっと中間あたりから癖をつけていきます。ちょっとフォワード巻き、リバース巻きを少しぶつけてあげる方がボリュームになってくるので、それもちょっと意識してあげるといいかなと思います。これだけ短いとどうしても顔周り、襟足なんかは縛った時に少しポロポロ落ちてくる長さが、出てくるので、顔周りの毛先しっかりめに巻いといてあげると、アレンジした時にもあんまり、崩れた感じにならないので、この時点で少ししっかりめに巻いてあげることをおすすめします。後ろに関してはもう縛ってしまうときにほとんど見えなくなってしまうので、鉢植えだけ少し形をつけていきます。ここも中間からアイロンを入れていきます。じゃあここから、スタイリングに移ります。今回使うワックスは、ジェリー M ですね。こちらの、ちょっとウェットな質感を出したいので、こちらをワンプッシュ半使っていきます。ボブスタイルなのでそこまで量は必要ないんですが、全体的にまんべんなく、なじませていきたいので、最初にしっかり手のひらに伸ばしていきます。内側からしっかりと襟足のあたりから最初になじませて、ちょっとカールを少しほぐすように一旦ぐしゃぐしゃっとこう握るようにスタイリングしていくのがポイントです。少し残った、本当に薄く残ったのだけ最後前髪になじませます。少ししっかりめに、アレンジが持続する方が一日の持ちも考えるといいかなと思うので、ベースに、こういった黒ゴムや今シリコンゴムですね、そういったものをベースに使っていくといいかなと思います。
でここまで巻いてあると特に落ちてきたところはそのまま落としておいて、そのままアレンジを進めていきます。あんまり高い位置になりすぎると若くなりすぎてしまって、なんかちょっと若作り感が出てしまうので、ちょっと大人の女性であれば中段耳ちょい下ぐらいでまとめる感じがいいかなと思います。この辺りで、この時点で毛先がだいぶ散っているので、これはこのまま生かしていきます。ちょっとこういったたるみ感っていうのが長く持続するように、おしゃれ感の中にもちょっとこうきっちり感が残るように、しっかり締めるとこは締めて、崩すとこはラフに崩すという感じでやっていきます。でこの上に飾りゴムをつけていきます。ちょっと遅れ毛で落ちすぎてるかなっていう部分は、ちょっと内側に隠すように留めていきます。さっきは厚めの前髪で下ろしてたんですが、内側のハイライトも生かすようにちょっとこう隙間を作る感じで、前髪のハイライトをちょっと見せてあげるアレンジも可愛いかなと思います。ハイライトがこの結んだ時にほんのりですね、こうやって見えてくるところがやっぱりちょっとおしゃれ感になるのかなと思うので、こういった感じでただ縛るだけでも少し簡単におしゃれを楽しむことができるので、こういった一つ結びもちょっとの一手間で可愛くなると思うので、ぜひやってみてください。大人の世代に向けてのガーリッシュカジュアルのポイントとしては、あまりこう甘さを出しすぎないというところが一つ大きなポイントとしてあります。でこのスタイリングの中では大きなこうフリル状になっている袖なんですけれども、こう白で特にプリントとか柄もないシンプルなものなんだけども、袖が大きなフリルになっているというのがまず一つポイントとして、ガーリーな要素っていうところと、あとあのグレーのシックな、ちょっと光沢がかったショートパンツなんですけれども、こちらも、ポケット口にあのさりげなくフリルがあしらわれているようなものになってますので、大人がガーリッシュカジュアルというテイストを着こなすときには、シンプルでシックなんだけれども、その中に、ディティールとして、まあ、お袖だったり、ちょっとしたこうフリルがあしらわれてたりというようなところを取り入れていくと、あの無理なく、自然に着こなせていけると思いますので、それをあのポイントとしたスタイリングになっています。で、モデルさんの雰囲気が、本当すごく柔らかさもありつつ、本当に大人の女性という魅力を持った女性だったので、このスタイリングがすごくハマるなっていうふうに思ったのと、ヘアアクセサリーや、イヤリングのところで少し、エッジを効かせたり、足元にシルバーを入れたりというような形で、ちょっとだけその自然体の中にも少しこうモード感のあるものを入れることで、まあ、大人の余裕のあるガーリースタイルというような感じに仕上げていきました。ヘアスタイルは前と、アレンジ後とちょっとガラッと雰囲気が変わったというか、アレンジ前はちょっとふんわり柔らかなウェーブ感を出していたかと思うんですけど、アレンジ後はちょっと一つにくくって、ちょっと辛さもあるというかボーイッシュ感も混ぜ合わせたようなアレンジになっているなと思いました。と逆にメイクはともうちょっと春夏らしく、甘くガーリーな方に持っていこうかなと思い、全体的にトーンを合わせて、カラートーンを合わせてピンクからオレンジ系のコーラルピンク系ですねの色味を使ってアイメイク、チーク、唇とカラートーン一つにまとめて春夏らしいお顔に仕上げました。